佐藤です、こういう題でお話しさせていただきます、物理学の話ではありません。あの歴史の話をさせていただきます。で、あの玉城氏先生はあのこういうお方でして、まあ、明治19年まで、で、20世紀に入った頃に参考に入られ、これ何で動かない、で、京大の物理に入学されたのが1907年です。まあ、あのアインシュタインが特殊相対論とか出したのは1905年、まあ、日露戦争終わった頃というあたりですね。その頃に京大に入られ、で、あのこの1913年に助教授になっておられますが、この1913年というのが、まあ、あの先ほど久保君から話しあったように、あの、まあ、量子力学の、まあ、生まれる前の物理学の段階でミクロの物理が実験的にいろいろ分かってきた時で、1913年というのは、今最近、まあ、原子というのは真ん中にこう核があって周りを電子が回っているというのが物理学の、まあ、アイコンというかそういうふうになってますけども、そういうモデルがボーアが提出したのが1913年、まあ、その頃に助教授になられておるというか、ね、それからあの1918年第一次世界大戦終わってヨーロッパが平和になった頃に、あのイギリス、アメリカ、フランスに留学さ2年間留学されています。それで1921年に、あの第二講物理学の第二講座の教授に就任します。で、この1929年から33年あたりに、先ほど久保君から話があったように、あ、まあ、湯川と友永が玉城県におったわけであります。で、先ほども話がありましたように、1938年に、急にご病気で、玉城先生がお亡くなりになって、その翌年、湯川が後任教授ついたということです。ちなみに、私が生まれたのは1938年で、で、この講演会の発端ですけども、あの玉城先生のお宅は京都の旧家でいらっしゃる、あのこの小林実教授が、あの第1回の講演会の時の最初の挨拶で、京都の旧家で俵屋宗達の立派な襖絵を受け継いでおられて、でそれが博物館に展示してあったんだけども、この頃に、国の方から買い上げになってまとまったお金が入られ、それで、玉城先生存命中から、こういうものの、はあの個人のもんというよりは公のもんだからっていうんで、奥さんがあの寄付されたというのが発端で、でその寄付をいただいて何に使うかという話のこの講演会の流れを作ったのが小林教授です。この第二講座、物理学科の第二講座の流れ、その研究室の担当教授でした。まあ、そういうで、あの先ほども話がありましたように、第1回はその上2回、友永、湯川、寺本で、寺本さんは今ではなんか生物物理って、あの生物の先生みたいですけれども、あの、まあ、その頃の小林県出身です。ですから物理学科でずっと湯川、あの小林、湯川、まあ、僕ら一体の、なかなか寺本さんはなかなか物理から足が洗えなくて、
湯川秀樹に最後まで使われて、まあ、プログレスという雑誌の、あれなんか刊行のことでいいし、で、そういうことですね。それからあのこのちょうど生物物理学科が出た翌年じゃないかと思います、この年は。それから寺本さん、このあの僕はこの子の助手でしたけども、あの一応本部の紛争は収まったんだけど、理学部で、学科生問題というので、理学部がだけこうローカルに揉めてて、でその学生と対応に当たって、寺本さんがなんか教育委員長かなんかで対応に当たってましたよね。まあ大変だった、その最中のあれで大変だったと。でこの講演会はだから学内でじゃなくて、京都会館でやってます。それでこの講演会の次の日がなんか、あれですよね、ロックアウトかなんかの日だったみたいですね。で、そういうことでこの、湯川友永という、まあ、日本 の、 かあの物理学あるいは科学あるいはあの戦後復興にのた、まあ、重要な人物であったと思うんですけども、そういうこの宝物というのを玉城県から生み出されたわけでありまして、で、我々はこの宝物を将来にどう発展させていくのかという、まあ、最後の最後私の話の最後の部分でちょっと珍奇な提案をさせていただきたいと思いますけども、でこの湯川友永で小林実、それからあの湯川秀樹があのまあ、非常勤講師みたいで、まあ、大学を学部を終わってあの4年ほどしてあの京大で量子力学の講義を始めるんですけども、非常勤講師みたいな感じ、その時に最初に講義を聞いたのが坂田正一郎で、次の年が小林実なんですね。だから非常に、聞いた人みんな教授になっているという、非常に効率のいい。で、今日のこのホールはマスカーホールですけども、これはあの2008年の小林マスカーノーベル賞を記念したもので、この坂田正一 の、 あの 弟子であるというのはあの本人がよくあの時喋ってたことですね。まあ本当は小林マスカーもあのノーベル賞の論文は京大の助手をしておるときに書いたものなんですけども、なんていうかあのノーベル賞をもらってから名古屋のマスカー言うて本人が言うになってますけど、まあ、 あのそういうですから大変な宝を玉城県から生まれたもんだということです。でここで、まあ、物理の話はしないんですけども、あのこの君の話にも、まあ、量子力学とかという名前が出てきたのでちょっとだけお話しておきますと、まあ、いわゆる石ころや天体のこう運動という法則を数学で表現するのが力学であります。でこれはまあニュートン、ガリレオ・ニュートンあたりから始まって、で、これがあの、まあ、18世紀とかそこら辺の話ですけども、次の段階でその19世紀に入った頃から産業革命とかでその蒸気とか電気とかケミストリーとかそういうものの需要が高まって、それの物理学ということで光学とか熱力学とか電磁気とかそういうものがまあ理論化されるわけですね。その物理学とだから数学で表現するということがなされるわけであります。でその時にこの力学というのを数学的に進化させた、で数学自体もこの頃はその力学の中で数学自体も発展するみたいなのがあって、それがその、あの光学とか熱力学とか電磁気学を
をその、の法則を数学的に書く際にもの基礎になったわけです、ね、そういう意味で数理物理学とか理論物理学とかいうのはあの実験とはあの違った形でこの辺からあのまあ、あの それ専門の教授とか講座っていうのは19世紀の終わりくらいからです。あの理論専門の教授とかそういうのが、で、あの19世紀の末にですね、1895年とかその辺から X 線放射線電子線いわゆるミクロの現象が実験的に思わぬ現象が次々と発見されてきます。でそういうもの あのいろんな、ここでプランクとかアインシュタインとかボーアとかが活躍するわけですが、あの古典そのいわゆる古典物理学というのが合わないと、ではあの新しく発見された現象は説明できないということが明確になって、で、いろんな試みがなされ、で、その1925年27年くらいにその量子力学というのがあの完成するわけであります。でその、この期間、まあ、1927年のソルヴェイ会議というのがだいたいそういう、まあ、あの手打ち式の時期だったという言われてますけども、あのこの写真ですね。であのでちょうどこの1925年27年量子力学が世界的にニュートン以来の大革命だとこう認識がされたあたりに、ちょうど湯川友永が、まあ、三高で物理の勉強を始めるとか京大の物理学科に入るとか京大のを卒業して玉城研究室に入るとか、そういう時期と重なったわけです。で、あその後は、まあ、先ほど大体あの福本君がお話になったので少し先に行きたいと思います。で、あのこの後いくつかあの古い写真をお見せしますけども、その写真の背景という知識もあってですね、今あの京大 あの理学物理教室っていうのは北白川にありますけども、これはずっと創設以来1929年ぐらいまではあの吉田の京大の正門入って左側、今学生部が使っているあの建物でした。あので、あの北白川に移ってきたのはあのまあ我々北館とか南館北館とか言ってましたが、ある程度間があって、あの一部ずつ部分的にあの引っ越ししてきたようであります。で物理教室、これが現在の建物と全然違いますが、僕ら学生学部の学生の頃はこういう建物で、なネオクラシックという感じのなんかあの優勝の形のかっこいい建物でした、今の真四角でね。で物理教室の北側を見るとあれですね、あのこんな風にあのいっぱい山が重なって見えます。まあ、上の写真でもあれですが、比叡山があって こっちの宝ヶ池の山が、ま、松ヶ崎とかですね、この辺山が こう重なってます。僕はそれを何十年見て、教授室から何十年見ておったわけですが、あのこれは僕の写生ですけど、であの湯川がですね、玉城教授を偲んでと、多分29年にあの北向いてますから、あの教授室は北館のそこへ座った時 あの気持ちだと思います。古希浅き青葉隠れの山々を見つつ人を懐かしむかなと、この山々っていう感じがあの僕はピンとこういう絵をあの想像いたしました。でこれが1922年に、アインシュタインが日本に来て、京大あの、まあ、京都に1週間ぐらいおりました。あの、まあ、ほとんど観光ですけども、
で、京大を訪問した時のものです。アインシュタインですね。この方が玉木先生です。アインシュタインのそのこっち側の顔の大きな感じの方で、その方が玉木先生です。で、この前列に座ってるのはこの方、学長かな、全部部局長で、2列目が物理の教授たちです。で、1938年というのはなぜか有名なヨーロッパの物理学者が、2人ほど来られまして、ラポルテとゾンマーフェルドが、ゾンマーフェルドというのは相当有名なハイゼンベルグとかを育てた人です。これはラポルテ、この和服の姿のが玉木教授、それからここにはもう湯川友永がいます。ポインターないので示せないんだけど、あれが友永で、その上のが湯川です。で、それから1929年にはまさに量子力学のその成立を行った、そのハイゼンベルグと、まあ本当はハイゼンベルグとシュレーディンガーとディラックという、これがまあ量子力学の完成ということでノーベル賞をもらっているんですが、ハイゼンベルグとシュレーディンガーとディラックで、このハイゼンベルグとディラックが京大を訪問した時があります。で、これが玉木先生ですね。ディラック、ハイゼンベルグ、これも真ん中に座ってんだ、分かる人、ね、で、これはここに湯川友永学生服でいます。ですね、まあ、ちょっとこの辺にいますね。これは玉木先生ですね。で、この時はこの2人を連れてきたのが、西名先生で、西名先生です。だから、この時はまだ学部の学生です、湯川友永。だから世界のもう量子力学できてほやほやの段階で、この辺が目の前にやってきて、まあ、話は分かんなかったけど、知りませんけども、相当なインパクトだったと思います。で、湯川友永の話に、あとは大体移っていきますけども、この湯川友永の話に移る、なんで彼らが京都に現れたかというのはですね、京大文学部ができたことなんです。いや、こっちがいます。京大物理学、京大文学部がで、大学が、京大は理工大学から始まってますので、文学部とかができたのは遅いですね。約10年遅いです。で、この最初の人事っていうのが、こういう顔ぶれなんですね。京大文学部。で、この小川拓司というのの息子が湯川秀樹です。湯川家に向こうに行って湯川になったんで、で、西田喜太郎とか友永三十郎の長男が友永慎一郎です。それから桑原というのはこれの息子が桑原武雄です。だからバラバラにおったのがこの辺が、みんな兄弟にこれができたことで集まって、それの息子たちが兄弟の次の時代を作ったわけですね。で、小川拓司は地理学ですけども、これは地理学というのはなんていうか、歴史的なのと理学的な岩石とかいうのと混じってますので、この方はこの後、理学部
にむしろ理学部の地球物理学科を作るのに功績があった人で、あのすぐ理学部の教授に変わります。で、横川が入学したあたりに理学部長をやってます。小川さん。で、これはあの友永氏三十度ですね。よくあの西田北郎という。で、友永と、まあ、あの本当は小川秀樹なんだけども、結婚するまでは、まあ、全部湯川で行きますので、あの一緒になるのはあの友永の方が一級上なんですけども、あの最も一級上だけども、生年月日が3月31日とかいかにも嘘くさいんだけども、それで一級上なんですが、あの病気がちで、あの中学の時にあの1年余計にいたので、参考に入った時に一緒になります。よくあると思います。で、これは参考の力学のクラスで、これが友永慎一郎ですね、湯川秀樹と。この参考からはずっと一緒です。で、ずっとライバル意識があってですね。で、この時のは、まあ、演習クラスので、毎回成績があって、成績簿が、この先生の成績簿が残ってるんですね。どっかにあのその後阪大の学長になった人もおりますけど、全部成績が分かるんですが、あの友永はコンスタントにいいんですね。で、湯川はいい時はいいけど悪い時は悪いという、こういうあれになる。で、あの後で湯川友永生誕100年ってやった時に、それを全部実名が書いてあるのを、公表するか展示するかしないかで、ちょっと迷って、僕がでちょっとぼかして、反対の先生悪かったんで、ちょっとぼかしてで、これが京大の卒業ですね。友永湯川です。で、これが卒業後、先ほど久保君から話があったように、玉木研究室に無給の復讐というか、まあ、今の大学院生で残ります。で、これは京大 の本部のこの銅像ですね。玉木先生ですね。で、友永慎一郎、湯川秀樹です。で、この時ですね、他にだいぶ先輩で、西田外彦というのがいます。多分これじゃないかと。これが西田北郎の息子で、長男は亡くなってますので、この辺りは、まあ、長男で、で、それと僕ら教養の学生の時、まだ教授物理を教えてた田村真っぺ、この2人がその玉木先生が専門である、あの古典物理学の力学じゃなくて、新しい量子力学を目指して今いたようです。まあ、あの2人とも結局、まあ、研究者にはならなかったんですけども。で、西田北郎の専門の人にいろいろ僕は聞いたことあるんですけど、本人はあんまりこの外彦氏はあんまり乗ってこないのに、北郎が随分理論物理を進めたんですね。で、まあ、いろいろ結婚のこととか、この辺の進路のことで迷うんですけども、で、西田北郎が盛んにあんまり大体哲学の教授なのに哲学をやってはいかんと盛んに息子に説いてるんですね。で、そういう手紙がいくつか最近出てますけど、ここに。で、ある時ですね、多分アインシュタインが来たことが影響なんじゃないかと思いますが、あるいは気候っていうのは別な、自分が直接息子に言うのはあまり良くないんで、自分の弟子の無体理作に息子に当たらせてるんです、教育問題は。で、ここでなんか急に理論物理学はどうだろうと
で、その場では爆薬に行けと言ってるんですけど、まあ そんなあので、最初に外彦氏がある論文を書いた時に、それをなんかラザフォードとかボールってボアのことですよね、キュリー・ジュノとかになんとかないと、で盛んにこうで吉井健也、これ西田喜多郎の文章です。これはまあコーパックスって、まあ、粒子と波動とを一つにしたどのこうのと、息子に対して急に俺もそういうのを勉強してんだというようなことを西田喜多郎が息子に宛てた手紙があります。これも全部だから玉木健のそういうつながりで、から始まっている。で、この31年に、これも先ほど今君から話があったように、量子力学あるいはミクロの物理学に導いたのは、先ほど玉木先生自体は その内容的には導いたわけではないので、それは西名義雄という人です。京大に10日ぐらい集中講義にして、この時はもういわゆる大学院生の彼らはですねレベルですから。で、この西名義雄という人はですね、ヨーロッパに7年半もおって、吉井喜多郎が誕生するときにそのボアの研究所で、まさに吉井喜多郎誕生 の中心にあたるところでおった人で、ね、帰ってきて広めた、ね、ボアという、で後でボアなんかも知ってますが、でこの頃西名義雄が書いた文章面白いです。ボアが今物理学会ではボアが一番偉いんだと、でプランク老いアインシュタイン衰えた今日って言っても、だからアインシュタインはもう過去の人みたいに書いてますけど、それぐらい、まあ、ボアが量子力学の成立ということについては中心であったと。でこの25年から始まって27年あたりまでで、まあ、みんなが量子力学ができたと思ったんだと思いますが、でそこから量子力学の今度はその展開というのが始まるわけで、これはまあ大きく言って素粒子原子核というあたりと、それから物性、それから固体電子のとかですね、半導体とかなんとかハイテクニック、それと化学の分野、まあ、福井先生なんかこういう分野で仕事をされた、まあ、最近こういうのも登場してますが、まあ、こういうふうに広くで湯川智永がここで大きな仕事を始めるわけです。でちょうどこの辺りに続く、この量子力学からできて、こういうのがパンパンパンと相対論的な電子論とか万能量子論とかですね、まあ、それとこういう実験的な発見で、それを理論化するフェルミの試みで、この論文あたりにをネタにして湯川は次の論文を書くわけですね。で1932年には友永が西名に引っ張られて理研に移ります。友永慎一郎、それと小林稔もすぐ理研に、で32年に小川秀樹は湯川秀樹に変わります。でこれは研究室としては阪大が新設で、阪大の年表上阪大になっていても、1年ぐらいは京大におったみたいですね。建物がなかったってまだ阪大に、というあたりです。で完成した研究所というのは菊池選手の実験のラボラトリーです。でそこに湯川も、まあ、席を置かせてもらっていたと。でこの辺りに中間地の着想を得て、発表したと。でそれから2年後ぐらいに実験でそれらしいものが発見されて、急に世界の話題になるわけです。
でそれを発展隅にそれを発展させる。でこの坂田正一、武田光男とか小林実之助あたりがその横浜中間子論をさらに二中間子論などに発展させます。で急に世界の床場になって、1939年にあの欧州にソルベイ会議ソンターに招待されて欧州に向かいますが、第二次世界大戦がヨーロッパで起こって全部キャンセルになってアメリカを通って帰ります。でアメリカを通って帰るときに大陸縦断するんですけども、まあいろんな物理学者と会ってんですね。これは全部急にアメリカ行くことになったんで、事前にあのアポイントとか取ってないのに、だからみんなあの日本の物理学者でそんなあの素晴らしいことをやったっていうんで、どんなやつだろうとみんな顔を見たくて出てきたんだと思うんですね。これあの物理学を知ってる人ならもう素晴らしい人ばっかりです。まあ、特にあのナチスの影響でヨーロッパの偉い人も相当みんなアメリカにおったんで、この頃、まあ、そういうすごい人で、横浜秀樹はもう偉いですね。会った人全部名前書いていてメモが残ってます。でこれはあのその行き来船の中で なんと船の中で野依さん、野依さんってあの罰役でノーベル賞もらった野依さんのお父さん、野依さんのお母さんですが、でここに湯川秀樹がいますまあその船で一緒だったみたいですね。だからであの玉木先生がお亡くなりになって39年に湯川が教授につきます。で早速、坂田正一を呼び寄せますが、まもなく 1,2 年追って名古屋大学が新設されて、名古屋大学の教授に坂田が移ります。で実は1978年、僕は危険 の所長しているあたりですが、こういう事件がありました。あの頃あの建物の中に廊下に物を置いておくっていうのは、棚を置いておくとかいうのはいかんという消防が あの調査に来て、でこれを撤去せえと言われて、でその頃用務員さんが、壊しにかかって中を見たら風呂敷包みが、でこれは何か燃やしていいのかなと思ったらしくて、その物理の職員をやってた中澤君だったと思うんですが、見せたら風呂敷を開けたら、湯川秀樹が旧半大時代のいろんなものが続々と出てる。でそれはあの彼があのこの後お話しするようにアメリカにあの戦後5年近く行ってましたん で本人も全然忘れた。でそこにあの一つは中間子論ができる時の論文 の日本語もあるし英語のバージョンもあるし全部残ってる。それともう一つ面白いのは、大学ノートなんですけども、終戦の前後の日記が、まああの研究室に置いてる。でそういうメモが残って出てきました。でこの1945年、終戦の直前ですね、5月31日のところです。茂木氏というのは あの兄貴ですね、貝塚茂木。日本視察中で来たと。で4時から白金氏と玉木先生のお墓参り。で国井というのもあの玉木研究室にあって、もう一緒になると、ね、ちゃんとあの命日にはお墓参りしてるんですね。僕はあの先生は林久志郎先生なんですけど、いっぺんもお墓行ったことがないという、それでもう一つ面白いのがありまして、これも終戦の直前です。東京行ってんですね、2日ほど泊まって帰って、でここで東大物理の10月転任の件というのは東大の物理教室に移るということを承諾の意を表しと書いてあるんですね。しかしやっぱりどうしても行きたくないと書いてある。それで
帰ってきてすぐにですね、これ登校って学校へ来たという意味です。だから登校と書いてない日はあの日記もないんですけど、東京大学転任の件、なんか、あって断りはできないんで、西川これ東大の教授、東京教授自体の手紙を書くというんですか、東大に普通のとこだったんですね。だからこの後ノーベル賞だから全部京大に学なんてなくて、東大に学が全部ノーベル賞というかノーベル賞であのやってたことになるわけです。でその頃東大の物理にあの後で湯川県の助教授になるその僕の先生である林忠志郎っていうのが東大の、に移ってます。あの東大三高からあの東京大学行ってます。でその時に、一緒に読んだのはこれが南部陽一郎、後でノーベル賞ですね。でこの教授が落合喜一郎というあの理論ドイツであの理論物理を、まあ、この方です、まあ、あのこれはあのあの友永慎一郎は理研のにおったんですけども、理研っていうのは今の和光じゃなくて東大を少し駒を多めで東大に引っ付いたあたりです。あので、西名先生が 東大の編任みたいになってて、でだけどまああの専任の教授は落合なんで、一応あのなんていうの学位の昔はあの誰かが面倒見るという、いやこの先生が面倒見て友永は博士になったんですね。で戦争が始まって戦争が終わります。で湯川一貫がですね、これはノーベル賞前です。オッペンハイマーの、オッペンハイマーっていうのはこの原爆を作った指導者だった人ですね。この人の招待でアメリカに行きます。であの翌年ノーベル賞ということになるわけです。で最近ノーベル賞を言うたらまあまあ報道が過熱するぐらいですが、でもちろんあの報道は日本にとっては一大事だったんですけども、この頃はまだあの日本は独立してません。サンフランシスコ条約前ですので、ですから全部外伝です。全部外伝で、あの外国に日本の記者は一人もいないという。であのっていう感じでした。でこれはあのノーベル賞前の写真です。ほとんどあの最初にアメリカ行った時いろんな偉い人が、でこういう写真はですね、阪大 のここのホームページで説明付きで何もでもいつでも見ることができます。でオッペンハイマー、オッペンハイマー湯川友永ですね。とあの次の年プリンストンに友永も招かれ、オッペンハイマー湯川友永が揃った時もあります。プリンストン。あで、あのノーベル賞ですね。さっきあの外伝です。で、ニューヨークから、あのストックホルム行って、ノーベル賞をもらって、またあのニューヨークに帰って、日本にあの帰ってくるのは日本にこのこういうノーベル賞を見せるのは次の年の夏に日本に帰ってきますので、そういう今みたいなこう騒ぎっていうのは全部ワンテンポ遅れてみたいな。で、これはそのノーベル賞の次の年夏休み一時帰った時のあれですね、友永、湯川友永、坂田、小林稔という南部陽一郎っていうですね、そうそうたる。で、あの友永もノーベル賞をその後もらいます。で帰ってそのまあこれはあの政府 あのご褒美みたいな形であの基礎物理学研究所っていうのはできます。
で、この年に、足掛け5年追ってですね、その頃何年か以上すると兄弟の規則で休職になるんです。だから一遍湯川は、外国に行って帰ってこないのでというので兄弟は休職にしてます。で、またここで、まあ、別にそれでクビになる前に帰ってきたんで兄弟の教会で、湯川はですね、初級業としてはこの生物物理とか宇宙物理とかプラズマなどの新しい分野を開くというので次々とその研究会をこの共同利用研というファンクションを生かして始めます。まあ、それが所長業としての湯川はもう所長業としても大変重要な役割を果たしたと思います。で、これは1940年ぐらいに湯川が書いた学問の系統図というのがあるんですが、電磁気学、力学、熱力学があって、こういう古典量子論があって、量子力学ができて、で、これが発展していくと。こっち側に発展した生物学、こう発展していた宇宙物理だみたいなことは、ずいぶん前から、ずっとノーベル賞なんかもらうよりもずっと前から構想してた。で、さすがノーベル賞をもらうといっぱいもう院生がいっぱいいて、その時これが林中志郎助教授ですね、湯川県の、まあ、これ部屋が入れなくて北館の廊下のところが全部研究室になってまして、これも廊下のところですね。で、それから湯川秀樹がこの原子核物理学と宇宙との関係というなのを自らこの天文学者と物理学者を集めてその立ち上げるわけですね、プロジェクトを立ち上げる。で、林中志郎は素粒子の研究でちょうど油が乗ってる時なのに無理やりこっちの方に変えさせられるんですね。教授にしてやるから言われて、それぐらいある意味で新しい分野を立ち上げるのに所長としての指導性を発揮したという、なかなかの湯川秀樹はやり手でもあると。それから日本の広い国民の中にいろんなところで、まあ、一種の暗夜みたいに全国回って歩きますよ。それから1953年に理論物理学国際会議というのをやって、でその、3年後、まあこれは国際会議のシリーズの国際会議ですが、でそこには日本人30年近くこうで日本の理論、これはこの時の理論物理は素粒子論とか物性まで全部含めた、でそういう国際化に非常に大きな役割を果たします。この辺にオッペンハイマー、ね、なぜかこれが小柴さんですけど、それとかこの辺にどうしても日本人は固まって湯川秀樹、林中志郎とか、それから1965年には中間地三重市で、この頃湯川秀樹はですね、理学部の教授で危険ができて兵任でしたけども、この辺りを境に兵任を解いて、危険専任の教授になります。で、まあ、この頃にで湯川秀樹定年はこの年です。だから第1回講演会は直前の定年の直前ぐらいの話ですね。で、友永はいろんな重要な公職に就きます。で、1976年、ちょうど70歳の時にこの素粒子の教授だった田中翔が企画いたしまして、京大で何日か
量子力学の思い出みたいな話をされた時があります。でその時に友永慎一郎が昔おった階段教室を本部の先ほど見せたあの本部の横のレンガ造りのあそこを訪れたいと言って あそこが物理教室だったんだって実は僕もその時初めて知りました。一緒についていきました。そしたらなんかあの階段教室は倉庫になってましたけどもまああのそういうことがと、まあ、あのそれからあの僕が基礎研の教授所長をしているあたりこれですね、ちょうど KEK の加速器ができた頃ですがね、友永先生ですね、それから牧児童、小芝さんとですね、僕は若い時の。それから友永、湯川秀樹が70歳の時、危険のサドンで、バースデーケーキの時に、ろうそくに火をつけて消してもらおうとやったらこの1975年ですかねご病気になられた後ひげを生やしておりましてこう消そうと思ったらひげに火がついてですねで僕がそばにおったんで湯川秀樹のほっぺたバーンと叩いて消しました多分湯川秀樹叩いたのは私と奥さんぐらいじゃないかと思います。で、湯川秀樹ぐらいになるとですね、外国からいろんなインタビューとかにやってきます。この、まあ、物理の研究者だった人もこの時湯川秀樹にこうオーラルヒストリーみたいなのを外国人でもそういう記録を取りにやってくるというような人物だということです。で、これは最晩年です。9月に亡くなるその4月ですがあのパイエウスという有名な物理学者ですがそれとここに僕が写っています。でこの時危険のあれですね、これがマスカーですね、これはあの有名な久保寮牧師っていう。この湯川一家がプリンストンに行った時にそれから湯川秀樹が最初にアメリカ1939年にアメリカ縦断の時に最初にプリンストンに行った時にアインシュタインと会うアレンジをしてくれたりそれから戦後プリンストンにおる時家庭的に非常に面倒を見た人がこのジョン・ホイラーという人です。この人はまあ有名ブラックホールというの研究その初めの方の研究でブラックホールというネーミングを決めた人ですけどこれアインシュタイン、まあこういう関係のこのジョン・ホイダーがですねお亡くなりになった年に10月に、まあ、多分アジアにやってきたついでに京都へ立ち寄られまして夫婦で。でその時私が新聞の者湯川秀樹湯川家にの仏壇に連れて行ったことがあります。で住夫人とこの両方枝の奥さんとがプリンストン時代を思い出してバー盛り上がってそういうこと飛沫が散ってたみたいな。でその時両方枝が僕にそのネームカードにこう記録をプロフェッサー佐藤ですね、ジョン・ホイラーだからオクトーバー1900これお亡くなりになっていたとして、ジョン・ホイラーと私はこの私もソルベイ会議っていうのに招かれたことがありまして、まあ、その時に大変お世話になりました。私はですねジョン・ホイラー何しろまあその時僕は感じましたね、湯川の学生というだけでもういろんなことができるんだと世界ではという感じました。で時々ですねちょっと急がってか、湯川秀樹は本当に偉いのかと聞く意地悪の人がいます。湯川秀樹の弟子みたいな顔でいろんな社会のいろんなとこ行くと
まあ、何しろ日本で最初のノーベル賞だっていうんで、まあそれは日本人にとってはまあ最大の人だわねと言われた。だけども物理学の世界で見てどうなんですかみたいな意地悪な質問をする人がよくいますけども、でこれはまあ、 物理学っていうのはいろんな見方がありますから、何を言ったってあれですけども、例えばこういうデータがあります。20世紀の末にこういうボリュームの本が出てます。大ボリューム3巻で、これは学会系の編集で、でですね、この20世紀の物理学での本で63人がですね、まあ世紀の物理学者ということで、その人物を取り上げて写真入りで半ページ1ページのその人物のことを63人選んでます。その3冊の中ですね。でそのうち、この ここの間なんですけども、ノーベル物理学賞で140人いますけども、だから140人全部この53人にはなってないわけですが、で63人のうち、だから63人はまあそういう別格のという見方をしますと、ここでノーベル賞のは37人で、あとはノーベル賞をもらってない人がこう入ってるんですけど、日本人でこの63人に入って、顔じゃ人物伝記に入ってるのが湯川秀樹と久保亮。まあそういう意味で、そのこのあまたノーベル賞がおる中でもやっぱり別格であるという客観的なデータではないかと思います。まあそれからこういう現在その素粒子的にはこういう4つの力だと言われてますが、それの強い層の作用っていうのは、でこの辺はニュートンとかアインシュタインとかフェルムとか、この辺はマックスウェルとか、まあそういうに並ぶ名前だと言えると思います。でそれから中間子50周年という時にも、これはアメリカの物理学会の雑誌にフィズクスツデイという月刊誌があるんですが、こうわざわざアメリカの物、まあ日本の物理学会の開始に中間子50周年特集をやるのは分かるけど、アメリカのこのフィズクスツデイでちゃんと秀樹ゆかわエンドメゾンセオリーと50周年でちゃんとフィーチャーして、しかも和服のね、ゆかわ秀樹、これちょうど結婚したあたりの湯川源氏の写真をこう載っけて、まあそれぐらい中間子のおよび湯川秀樹というのは何も日本だけのものではないと。で生誕100年の年という、これは僕は初っ端からあっちこっち説得して、湯川友永共同で記念をやろうということで、巡回展、東京の科博から始めてこういろんなところであれをしましたけども、まあでこれこの時に、まあ湯川友永の記念する国際会議なんかもこういう雲くんがいますね、こう私を小芝さんとか、まあそういう学術的な講演会とかですね。それから次の年に2007年に原子核の、これはシリーズの国際会議がありました。でこれ湯川生誕100年のっていうんで記念の講演会なんかもありましたけども、この時ですね、これは学術会議のホームページからそのまま持ってきたんですが、天皇陛下がその、戦後の荒廃した時期に湯川秀樹のノーベル賞受賞が国民がいかに喜び勇気づけられた、
また理研でサイクロトンもあるとかですね、それからあの、西名義雄、それからあの核兵器の問題とか、そういうことを天皇が挨拶でとうとうとやられたんですね。湯川秀樹の功績から始めて、でこれは日本人はあまりこういう話は聞き飽きてたみたいなことがあったんですが、ヨーロッパの物理学者には非常に感銘があったらしくて、後でこの天皇陛下の挨拶文が全部ネイチャーに掲載されてというのがありました。でこの時僕と同級生の坂東政子が物理学会会長で、高市早苗なんかと一緒に挨拶があったんですけども、終わってからこうお茶の時間があって、坂東さんに、坂東さんは一言も核兵器とかに触れなかったと言うて、天皇にやられちゃったな言うて坂東さんに言ったことありますけども、まあなかなか湯川秀樹から始まって核兵器あれまで触れた天皇の名演説挨拶だったと思います。でこのあとこういうふうに何かお茶の会っていうのがあって、主だった人がこう挨拶する機会があるんですけど、僕も湯川友永のあれをやってますと言ったら、後で、このついてる人にが僕に連絡があって、湯川友永が同級生だったとは知らんかったけど本当ですか言うて聞いてたらしいですが、まあそういうことがある。で もうほとんど時間がない。まあレガシーということで、湯川秀樹はですね、大変な仕掛け人っていうか、研究だけじゃないですね。この学術雑誌もこのプログレスというのを終戦の翌年に立ち上げてるんです。でこれは物理教室だとか学会だとかにないんです。一時期はだから自分の自宅を発行所にしてという住所にして、でこの論文がその後の友永ノーベル賞、それから小林益川のノーベル賞に非常に大きな役割を果たしています。でまた湯川記念財団っていうのも、まあ、これは他の人が作って湯川のために作ってくれたんでしょうけども、まあ、それも小野君の話にありましたように、まあ、法人改革っていうのがあったので大変でしたけども、まあ、乗り切ることがあると。この辺で湯川秀樹というのはですね、研究面だけじゃなくていろんな活躍をしてます。この核兵器廃止のとかですね、それからまあこういう、まあ、井上康とかですね、小林秀夫とか小松左京とか司馬遼太郎とか、いろんなこう対談とかですね、それからこれはNHK の教育番組で定年の時にですね、自分がディレクターみたいになって全部自分が対談する相手を全部決めて、こういう人たちと対談 の、 番組です。テレビの、こういうね、司馬遼太郎とか村上勉とかですね、まあそういう文化、すごい文化人だったわけです。それとまあこういう数々の歌を作っておられます。またこういう初夏ですね、何しろこういう書いた絵はちゃんと売れるんですか、売れるっていうか、ちゃんと額にして、これはこれも奥さんと一緒に、カラコロと殿もすぐる下駄の音、静かなりけり今日の夏の絵、秀樹というわけですね。でこの絵は奥さんが描いた。でこういう描いたものはですね、これは危険の中にもあります。
で危険の中に、愛の湯川秀樹の書、まあ、これはその部屋にこうホーキンが来た時の、それからいろんなところに石碑があります。それからまあこれは重要なことですが、あの基礎研に新しいところにパナソニックホールというのが会議場であるんですが、これが50周年の時、久保君が所長の時に建てることができたんですが、それはパナソニックが寄付していただいたんですね。なぜかというんですね、全然応用役立つようなことをやってない。それは湯川秀樹とあの小川の系統も松下もあの和歌山でです。で、湯川秀樹がですね、松下幸之助君誕生の地湯川秀樹というこうこの書を頼まれて書いたことがあるんですね。で、それの縁であれ6000万なんかそういう巨額なお金をパナソニックが寄付していた。でもう一筆書いてもらえばよかったという。でこれはあの僕も知らなかったんですが、その後ここを訪ねて行ったことがあります。まあ、だからこれぐらいの大きさ。それからまあいろんなところに句碑、あの湯川が呼んだの、これ広島の平和公園、曲がつびを、まあ、とにかく再びここに、来るなみたいなことで、短いかな、あの、まあ、これちょっと、それからあのまあそういうあのこれはあの岡本道夫のあの挨拶ですが、あのでかく、まあ、全研究者がですね、でその日あの湯川ノーベル賞を聞いた時には、その帰り道時計塔の火は吉田山を背景にくっくり浮かび上がって見えましたと、なんか兄弟人にはなんかじんとくるような、でそれが、まあ、日本国民全体を勇気づけたと、まさに日本の科学を全体を作った。でまあこういうネイチャーが日本の科学というのを特集するぐらいにこうあのグローイングしたし、これも日本の物理学も、これはフィズクスデーの特集も日本の物理と、これ僕が書いたんじゃなくてこう英語のやつに、それぐらい日本の存在が大きくなった。でこういう、長いノーベル賞のリストが現れて、ただですね、こういう面もあるんですね。これ戦後70年で最初なんか世論調査をやって、日本戦後日本を作った人、一番偉い人って言ったら田中角栄なんですね。で西空ひばりとかね、湯川秀樹10番目です。だからこう社会全体で見た時に、あやっぱり10番目かと、まあ、一堂には勝ってますけど、なんかそういうこの科学とか学術の世界を超えたレガシーにこの湯川をしていかなきゃいかんのじゃないかということです。まあ切手とかなんとかではあのあれですけど、それもあれですね、こう世間的に見た時のこれまでのというのは、なんか寺田虎彦とか中谷吉郎とかがわーっと出てくるんですね、科学者と。まあ、それからですね、あの例えばいろんなこういう単位というのは全部ヨーロッパ人の名前ですよね。で僕はあの 1.5V の電池の両端に抵抗 1.5Ohm の電気で結ぶが 1A の電流が流れて 1.5W の熱を発生し、20秒間では 30J の熱量。これ日本が全部取ってたらですね、 1.5 高橋電池の両端を抵抗 1.5 佐藤の電線で結ぶが
1鈴木の電流が流れ 1.5 ヤマダの熱が発生し20秒間では30井の上の熱量発生するみたいになってたかもしれんわけですね。だからそういうあの世界的にあるいは長く残る文化の中に定着させていくということが必要なんではないかと。例えばイギリスの話であのグリーン関数というのは数学と物理ではよく使われています。あのグリーンをですね評価が高まってきたんでこのウェストミンスター寺院のその、あのにニュートン、ファラデー、マックスウェル、ケルビンと並んでたところにグリーンを入れる話になってそれでそのあのこうちょっとどかしてですね間にグリーンを入れたというような話があります。で その時はちゃんと、ダイソンとかシュビンガーを呼んできて記念講演をやったりして、まあ、そういう国の中の文化の中に溶け込ますという努力はいろんなところでやっています。一番分かりやすいのは紙幣ですね。ニュートンとかボルタさん、ファラデー、ガウス、それからプランク、ボーア、キューリー、シュレディンガー。これフランスはキューリー夫妻ですがポーランド行くとキューリーだけで、テスラ、ラザフォード、それからアインシュタインってどこになるかというと結局イスラエルなんですね。イスラエルの紙幣になっている。日本は野口英世がありますが、でこれで終わりますが、日本にも結構文化人最近増えてるんですね。これ新しく出るらしい。なんで湯川がないんだろうと。でやっぱりこの辺の文化人、日本ではまああれかもしらんけど世界的に知られた人物、そうでしょ、この辺はその国の誇りでもあり世界的に知られた人ですよね。みんなまた動かない。まあぜひこれから、まあ、で時間が経ってくればだんだん順番が回ってくるのか知りませんが、ぜひお札に湯川を登場させようという、意識をみんな持っていただきたいと思います。まあ、時間になりましたんでこれで終わりたいと思います。どうもありがとう。質問が2件ほど来ておりますけど、1件だけお願いします。在外の理学部卒の方からですけども質問です。私自身が理学部の学生だった頃は同級生の中に理論物理に進むか数学系に進むか悩む人が多かったように記憶しております。湯川先生や友永先生が物理以外数学などの道に進むということは学部自体に考えておられなかったのでしょうか。先ほどから言ってるように物理学でニュートン以来の量子力学というのに突き動かされたというのが主なことで、そのために何ていうか慌ててというか数学を一生懸命という方が流れだと思います。ありがとうございます。